はい、こんにちは、ハル99です。今回ですね、久々となりますドイツゲームショーボリューム4をお届けしたいと思います。このね、ドイツ年間ゲーム大賞の方とドイツゲームショーのいろいろお届けしておりましたけども、ついにね、完結編となりますボリューム4、2015年から2019年編をね、お届けしたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、ということですね、ドイツゲームショーのボリューム4ですね、いよいよ2015年から2019年編をね、ご紹介していきたいというふうに思います。まだね、いつも通りね、おさらいですけども、ドイツゲームショーとドイツ年間ゲーム大賞ね、2つありましたということでございますけども、ドイツゲームショーの方はですね、1990年の方からね、一般投票されてる票ですよということと、2001年からはインターネット投票もされているので、まあ、ドイツの賞でありますけども、ワールドワイドのですね、いろんなボードゲーマーの方からランキングが決定されていて、毎年10月頃に発表してますよ。まあ、こういう賞なんですね。でもう一方のドイツ年間ゲーム大賞ですね、まあ、国内はこちらの方が有名だと思いますけども、1979年の方から実施されているボードゲームに対する賞で、専門の委員会の方がノミネートを選出対象を決定してますよってことは、ここはだいぶ違うんですよね、一般投票なのか専門の委員会なのかということが変わっていて、こちらの方はですね、2011年の方からエキスパート部門というのもできているように、非常に幅広いね、ボードゲームを扱ってますということでございました。で、ザ・ゲームギャラリーチャンネルの方では3つの時代に分類してまして、1999年までが古典的時代、2010年までが発展期、そして2011年からが標準期、今の現代ですね、というふうにですね、非常にこのね、20年以上にあまりにわたってですね、発展してきましたよという、いよいよ一番最後の標準期の現代の部分を取り扱っていこうというふうに思います。そしてこのドイツ年間ゲームショーの方でもボリューム4ですけども、2015年からお届けしますけども、各年ですね、まあ、ピックアップしておきたいゲームをですね、数個ずつ取り上げていきながらですね、この年でこれはね、外せないなというものをですね、中心にご紹介していきたいなというふうに思います。で、まずは2015年の受賞作品はこちらとなってまして、まあもうね、記憶が新しいものもたくさんありますが、1位がマルポコーロのプタビチ、2位がルレリアン、3位コルトエクスプレス、4位ムラーノ、5位アルルの丘、6位ファイブトライブス、7位カカオ、8位マチコロ、9位アクアスピア、10位パッチワークとなってました。注目作品見ていきたいと思います。まず1位のですね、マルコポーロの旅路ですね。プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が40分から100分、 BG レート 7.9、 重さが 3.19 というね、まあ、非常に今となってオーソドックスなですね、まあ、重さとプレイ時間との、ね、ゲームになっておりますけども、こちらこんな感じですね。いわゆるですね、このマルコポーロがね、旅をしていきましょうというところのボードが、こちらの方にあってですね、下の方にワーカープレイスメントでなくてダイスを置けるところが中心になったっていうね、ダイスプレイスメントになったっていうのはね、非常にマルコポーロの旅路の特徴なんですね。この以前の方にもですね、ダイスプレイスメントいくつか出てきてはおったんですが、このぐらいのランキングのところに登場するというのは、このマルコポーロの旅路ぐらいから大きく変わったところで、ワーカープレイスメントが生まれてからもうすでにしばらく経っていますので、ここに来てね、一つの流れが変わり始めたのかなという時代でもあると同時に、バリアブルプレイヤーパワーとはいいなからもね、これプレイヤーの持つ能力によってめちゃくちゃパワーが違ったんですよね。全く無視して大豆をね、置けるとかね、いろんな特殊なルール破りが来て、バランスが取れてるのかというぐらいですね、まあ、基本的にね、西から東へこう旅していくわけですけども、まあ、そこのところのルールがね、起きて破るなキャラクター出てくるというのがね、非常に特徴でしたね。で、こちらマルコポーロの方は、このまま2019年の方にはマルコポーロ2のね、方になっていて、同じようなダイスプレイスメントになって、よりこちらはね、少しやっぱり強力すぎる力があったのか、科学プレイヤーのキャラクターがマイルドになったバージョンも出ているというのが出て、どちらも非常にですね、皆さんに愛されているゲームなんかなというふうに思いますね。ただしですね、2020年の1月現在ですね、デザイナーさんの方がですね、まあ、一種の、ね、差別的な発言をしたということも言われているので、ハンス・イングリュックからとかですね、まあ、以後この後はですね、このデザイナーの注文をキャンセルしますよということも発表されているので、残念ながらこのシリーズの方がこれ以後続くということはちょっとなさそうですけども、まあ、ダイスプレイスメントが生まれたということでは、ここのところで非常に大きなトピックなんじゃないかなというふうに思いますね。そしてもう一つ、やっぱりこちら外せませんね、2015年第2位オルレアンですね。プレイ人数2人から4人、プレイ時間が90分、ビジネルとは 8.1、 重さ 3.05 ということになっていますね。こっちもですね、デックビルディングが生まれてからもう6年以上経ってるこの時代のところでですね、バックビルドが生まれてくるんですね。やることは非常にオーソドックスで、各プレイヤーのところにこういうね、丸っこいですね、この紙のボードがあるわけですけども、これを自分のバッグに入れておいて、デッキの代わりにここから引くんですよね。ここから引くことによって、引いたキャラクターを応じて自分のところに配置していく。一種のここがワーカープレスメントっぽくなってるわけですけども、色が指定されてるっていうね、一番最近の方だと、西ウエストキングダムのパラディンとかもあったりしますけども、こういう色が指定されている場所に配置することによって、このオルレアンを中心としたこの街のところを自分のキャラクターが移動したり、新しい後のワーカーを買ったりっていうところをしていくと、こういうところ非常に特徴的なゲームだったんですよね。なので、この年の1位と2位に選ばれたこの2つですね、このマルコポーロとオルレアンによって、ダイスプレイスメントとバックドローシステムがこの非常にメジャーなところに出てきたと、
アグリコラの登場から8年、ドミニオの登場から7年ということで、新しい仕掛けがね、生まれてきて認知されたというね、この2つともね、非常に外せないゲームなんじゃないかなと思うのですね。特にオルレアンの方はですね、こちらの方は、長らくですね、日本語版が入手困難だったんですよね、この基本セットの方が。なんですけども、この2021年に再びですね、日本語版の基本セット、そして初めて日本語版の登場となる大型の拡張セット、インベイジョンですね。これね、協力モードも入ってますね。そしてトリード&イントリーゲーですね、こちらの方は、インタラクションが非常に強くなったという拡張セットですけども、これも全て日本語版が出るということですね。このオルレアンの方も2021年に再び注目されてプレイされてもいいゲームなんじゃないかなと思いますね。やっぱりこの時代にですね、アグリコラ、ドミニオンから随分経ってきて、いろんな模索がされていて、新しい方向性のバックビルド、ダイスプレイスメントっていうのが注目された時じゃないかなと思うわけですね。この2つがね、非常にこの年のですね、注目作でしたね。そして翌2016年ですね、1位モンバサ、2位コードネーム、3位タイムストーリーズ、4位パンデミックレガシーシーズン0、5位がミステリウム、6位カルバ、7位スカイジマ、8位イムホトビック、9位セブンワンダーズデュエリー、10位日本となってますね。まあ、やっぱり注目はこちらですね、モンバサですね。システムデザイナーさんがアレクサンドラ・プフィスターさんですね。プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が75分から150分、 BGM のレートが 7.9、 重さが 3.90 となっていますね。いや、やっぱりですね、これね、ドイツ年間ゲーム大賞の方でも取り上げましたけども、プフィスターさんのですね、この連作になっている、この不思議なですね、このデッキ構築するのは、1回もらったカードを中心にしてゲームが動くんだけど、そのカードは1回プレイするとなかなか返ってこないよ。返ってきたカードをプロットすることによって次の動きができるんだよっていうね、この彼のお得意なシステムができた一番最初なんですね。で、今から振り返ってみると、こういう風になってまして、モンバサ、グレートウェイサントレイル、ブラックアウト香港とかでこんな風になっていて、このモンバサが一番システムに抽象的でですね、分かりにくいって言えば分かりにくいんですよね。何をやってるんだろうっていうことと、ボードのアートワークが一致しないってことになっていはするんですけども、1位を取ってるのはこれだけなんですよね。まあ、こことがなかなか面白いところでもあろうかなと思いますけども、そのぐらい当時やっぱ画期的で、この自分が使ったカードのデッキがすぐ返ってこない。そのカードを中心にして新しいことをやっていくというのは非常に良かったんじゃないかなと思いますね。でね、もう皆様ご存知の通りね、この後ね、マラカイボの方も出まして、2019年ですね、これ 8.3 ですね、凄まじいですよね。もう BGG のランキングも40位になっていて、こちらの方まだまだ上がるんじゃないかなと、要注目作品ですし、さらにですね、こちら2020年の方にはクラウドエイジーですね、こちらの方も登場していて、現在の評価 7.8、 まだまだね、ちょっと投票数が少ないので、これからの注目作品だと思いますが、こちらの方もキンキン日本に入ってくるんじゃないかなということで、この2016年からずっと来ているアレクサンダー・プフィスターさんのこの連作ですね、はどれも外せないものの一作目が出たというところがですね、やっぱり注目だったんじゃないかなと思いますね。で、もう一つ2016年で外せないのがありますね、こちらです。タイムストーリーズですね、プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が90分、レートが 7.6、 重さが 2.61 というこちらの作品なんですけども、タイムストーリーズですね、もう皆様ね、ご存知の方も多いと思いますが、どちらかというとボードゲームではあるんですけども、テーブルトークみたいなやつのシナリオキットに近いんですよね。この一番最初のこのタイムストーリーズの方にはシナリオが1本入っていて、このボードとかコマとか、このなんかマーカーみたいなものとか、大豆みたいなのが一式全部入ってるんですね。で、これを利用して基本コンセプトは、自分の魂を過去あるいは違うところに飛ばして、そこの人間に憑依することによって何らかの事件を解決しましょうと、こういうコンセプトを持ったゲームだったんですね。なので、これはあくまでその基本コンセプトのストーリーが1本入っているという状態になっていまして、この後に大量のシナリオを生むんですよね。ということで、非常にこの基本キットというですね、今まであったようでなかった概念を生み出したということが、この2016年のタイムストーリーズの方が3位に受賞しており、その後もこれファン拡張も大量に出ていて、ボードゲームギークの方には英語ですけども登録されているぐらい愛されることになっていたりしますし、このね、1回のシーズンが終わり、さらにその次のシーズンですね、このブルーシーズンとも言われてますけども、新しい新シリーズになったレボリューションですね、このハタルプロジェクト、これも日本語版出てますね。で、この次はダミア、そしてミッドサマーナイトですね、真夏の夜の夢ですね、シェイクスピアのやつですけども、こうしたやつも次々出ていて、こちらの方になると実は基本キットはないんですね。どれを購入してもその単体で遊べますよということになっていて、
一番最初の基本セットの方は必ず最初の基本セットを買わないと遊べませんっていうことになっていたんですけども、新シーズンの方ではそこはやめて、どれから買っても必ずそれだけで遊べますよ、まあ、どっちがなかなか難しいですね。同じコンポーネントがない分基本セットを持ってれば全部遊べていいじゃないかという考え方もあろうと思いますし、こちらの方はどれを買ってもプレイできる分重複するコンポーネントもあったりするのでコストに反映するなんてこともあったりすると思いますが、この新シーズンが終わる頃にはどっちが良かったかなというのがね、はっきり分かる時代が来るんじゃないかなと思いますね。このね、今でもずっと続くストーリーものがここで3位に入ってますね。そしてもう一つ非常に重要なこちらですね、第4位に入ってますパンデミックレガシーシーズン1ですね。ロブ・ダビアスさんとねマット・リーコクさんのこのグッドのね協力タッグで作り上げたこのゲームですよね、プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が60分、 BG レートは 8.6、 重さが 2.84 というね、いわゆる名作協力ゲームのパンデミック、これを1年間というね流れを持ったシナリオモードに作り変えましょうというね、ほんまかいなというね。もともとねこのねあのレガシーのゲームってこの前にねいくつか出されたりしましたけども、このパンデミックっていうところに来て非常にシナリオ要素が濃い、まあ、従来の基本パンデミック、パンデミックですよね。この病気がね飛び交うっていうのをねボロックしていきましょうっていうことをやりましょうっていうのはそのままだったんですけども、こちらのところに1年っていう枠の中で1回終わるごとに次がもうなんかいっぱい貼るとこありますよね。なんかこう不思議なものがたくさんあるっていうのがあって、本当にパンデミックレガシーシーズン1通して面白かったんですよね。でここで今度レガシーですよね。このゲームに直接シールを貼ってしまったりカードを破ってしまったりっていう風にして不可逆要素がね戻せませんからね、いうのが入ってくるっていうのをこのランクインしているっていうのも、これも非常に重要なわけですね。しかもこれ受けに受けたんですよね。この後パンデミックレガシーシーズン2ですよね。そしてその後3に行くのかと思えば前日誕にあたるシーズン0と、こういう流れの方に流れていて、非常にこれどれも人気なんですよね。日本語版も全て出ていますし、海外の方でもこのマット・リーコクとロブ・ダビアスさんのこのグッドのコンビのパンデミックシーズン未だに受けてると。ここが始まったのが2016年だということなんですよね。というわけなんで、この年にね受賞したこの2つの作品ですね、この非常にストーリーモードがあってネタバレを含む基本セットという概念が出てきたタイムストーリーズ、これも全部一発もんですからね、謎解きですからね、いうところと、パンデミックレガシーの方は謎解きというよりはこの不可逆の要素がある、でもストーリー性あるんですね。だからネタバレはあるというのが2つ同時に出てくるということがあって、この2016年より後になるとこういうゲームたくさん出てくるんですね。謎解きがあってネタバレがあるっていうのと、コンポーネントを破壊したり入れ替えたりすることって不可逆要素がある、シールを貼るなんていうのがあるのが同時に出てきたというのはね、なかなか驚くべきことですよね。そしてねこの後ね、もう皆さんご存知の通り、ね、2018年にはストーリー性、戦略、ファンタジー世界とね、まあ、全て求められた要素が突っ込みに突っ込まれたというグルームヘイブンが登場し、収録時点でボードゲームギークランキング1位をずーっと取るということに、この16年、17年、18年流れていくわけですね。ここでね随分世の中勝っちゃうんですよね。本当にこのネタバレレガシーっていうのはもうよく聞く、これまであんま聞かなかったんですね、ボードゲームの世界では、いうののこのストーリードリブンになっていくっていうところがここで始まったのは素晴らしいですよね。どうしてもねタイムストーリーとかだとこの不必要に時間をかけさせたいのか、あまり面白くない戦闘とかダイスリーって結構あったんですよね。でパンデミックレガシーの方はもちろん面白いゲームなんですけども、コンバット要素みたいなのはないわけですね。戦略の方が重視されていて、しかもこうどんどん新しい謎が分かってくるっていうことになってくるんですけども、グルームヘイブンは一回一回のゲームの戦闘とか成長とかいうテーブルトークの要素もうまく合わせて、そこにしかも不可逆要素とネタバレが入ってくるっていうので、非常にこの後の流れがいいところなんですね。ただしこのグルームヘイブンも万能ではなくて、非常に箱が大きいとかボードの取り扱いが難しいとかいう弱点を抱えていて、このグルームヘイブンが登場した後、現在2021年の方にもすでに改善されたゲームが出始めてるという流れのところなんですね。なかなか非常に面白いですね。そして117年ですね、まあ来てしまいましたね、1位テラフォーミングマースですね、まあ素晴らしいですよね。2位グレートウェスタントレール、3位オーディンの祝祭、4位サイズ、5位ファーストクラス、6位キングドミノ、同じく6位ライダーズオブザノースシー、8位フルチュース、9位キャプテンソナー、10位マジックベース。いやーこれどれもね非常に素晴らしいんですけども、やっぱり取り上げておかないといけないのはこちらですよね、テラフォーミングマースですよね。ジェイコブさんのゲームですけども、プレイ人数1人から5人、プレイ時間が120分、 BG レートは 8.4、 重さが 3.24 というね、もう今でももう2021年でももうファンはねいくらでもいるんじゃないかっていうぐらい熱烈なファンを海に生んだこのテラフォーミングマースがここで1位になってますね。
もう今更ね紹介するまでもありませんけども、基本は火星を地球化していきましょう、テラフォーミング化しましょうということで、温度を上げる、酸素を増やす、そして海洋、海の領土を増やしていくと、こういう要素をやっていって、全てがテラフォーミング完了という時点になれば基本ゲーム終わる。その中でいかに貢献したかを競いましょうと、こういうコンセプトですね。ただしこれ非常に面白いのが、ゲームとして画期的に目新しいシステムが入っているわけではないんですよね。バリアルブルプレイパワーとして各プレイヤーのところにカンパニーカードがもらえ、それで最初の初期資源とか、それとも一番最初の生産力が違いますなんていうのがあり、あとはカードをもらって1回もののカードもあれば、ずっと効果が連続するカードもあれば、そして出したカードによって次のカードが安くなるなんていうのもあるってね、非常にどこかで見たような、どこかで聞いたようなシステムの集合体なんですが、全体のバランスが非常によくバリエーション飛んでる。そしてカードがね、もう基本的に全部違いますからね、このこれだけの種類のカードが入り込んでいるっていうのが多彩な戦略を生んだ愛されるポイントなんじゃないかなと思うんですね。でもちろんその後ですね、デジタル版の Steam のね、こちらの方のテラフォーミングアーツも出て、オンラインでいつでも遊べるようになり、もちろん拡張セットもね、このマップ拡張、このマップ拡張もっと出てほしいんですけどね、もっとたくさんあれば楽しめると思いますが、このエリジウムのマップもで、金星拡張もで、もう今でも必須と言われるプレリュードですね、一番最初のゲームを加速するなんていうセットもで、そしてこの辺だんだんややこしいコロニーズとかターモイズ、そしてね今度2021年出ますってビッグボックスですね、こちらの方のフィギュア入れなんかも出るなんていうこともあって、拡張セットブームが吐きているっていうのもこの辺からなんですよね。そしてまだまだねこの後出ると言われているテラフォーマーズのカードゲームですよね、2021年ね、そろそろキックスターターが始まると言われていますし、もうこちらもね出る出ると言いながらなかなか正体が見えないダイスゲームですね、こちらの方もあって、テラフォーミングワーズシリーズはまだまだ続くんじゃないかなと言われていますね。でもう一つ外ませんのはこちらですね、4位のですね大鴨戦役サイズですね、ジェミストーマイヤーさんのね作品ですけども、プレイ人数1人から5人、プレイ時間が90分から115分、 BGM のレートが 8.2、 重さが 3.14 というこのゲームですね。こちらもなかなか非常に不思議なことになってまして、もうパッと見た瞬間私にはもう完全にノーサンキューなミニチュアのワーゲームのように見えるわけですが、その実態は戦闘は必ず起きることは起きるんだろうけども必須じゃないと、いかにこのゲームの中で設定されているポイントですね、点数を取る要素をいかに稼ぐのか、もちろんですねトワイライトインペリウムから引き継がれているこの中央に取っているとポイントがもらえるなんて要素はここにも入っているので、この中央の方を抑えたいなんていうことによる戦闘は起きやすく設計されているんですけども、それ以外の戦闘の要素は必ずマストじゃないというところで、しかも非常に近そうに見えるけど、この一見してわかるこの川ですよね、ここが越えにくいことによってメクウォリア的なロボットをいかに動かすかっていう、非常にそれまでのボードゲームから遠いような感じがしてたワーゲームとの距離を縮めたということですね、非常に注目される作品だと思うんですね。しかも非常に素晴らしいのはこの右側が個人用ボードなんですけども、アクション選択結局4択しかないんですよね。一番最初この4つのエリアがあって、そのうちのどっかを選んでアクションするだけなんですよね。で基本ほとんどのキャラクターは連続で同じとこできないので、次3択しかないんですよね。まあ、後に増えることもありますが、非常に複雑な方ことのように見えるのに、できる選択肢のアクションを狭くしているということで、プレイアビリティを高めているというのは非常に素晴らしかったんじゃないかなと思いますね。そしてこの大鴨戦役もですね、まあ先ほどのテラフォーマーズのね、類を見ずですね、この後ですね、インベーダーフロムアブラとかですね、ザ・ウィンド・ギャンビットとかね、まあ、拡張セットの大型がどん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 出るわけですよね。で三部作の最後と言われているこちらですね、この拡張セットのフェンリーの襲来ですね、これに至ってはキャンペーンモードが出てくるんですね。パンデミックレガシーなんかのね、やっぱり影響を濃く受けるわけですよね。このシーズンものでキャンペーンものでだん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 変わってくるっていうのはやっぱり非常に楽しいというのが分かってきて、拡張セットではそういうのも出てくるし、こちらのエンカウンターでは非常に特徴的なんですね。これファン拡張が本家の方に昇格しましたなんていうことがあって、ファン拡張が取り込まれた。やっぱこの辺りですね、テラフォーミングマーズの方でも非常にたくさんファン拡張が出始めるんですね。で現在ファンが多いルートとかでも、あれもファンが作ったマップの方が本家の方に拡張されたりするのがあって、ファンがそのゲームを育てていくっていうことが非常にこういうメインストリームのゲームですね、この受賞するゲームのところにも影響を与えるなんていうことがですね起き始めたという時代でもあるんですね。でもう一つこちらですね、6位のですね、ライダー・オブ・ザ・ノース・シーですね、プレイ人数2人から4人、プレイ時間が60分から80分、レートが 7.8、 重さが 2.53 ですね。こちらもですね、ポストワーカープレイスメントをですね、まあ、模索してたゲームなんですけども、一番ね下の方にねちょっと小さくあるこの斜めのエリアですね、こちらのところはワーカープ力エリアなんですね。で面白いのが、自分のコマは1個しかなくて、置いた時にそこに書かれているのが発動、そしてもう1個すでに置かれているやつを取り出して発動っていうね、置いて発動、抜いて発動って必ず2つやりますよ、これことによって
って自分がやりたいアクションが絶対できないってことないんですね。空いていれば置けばいいし、置いていれば抜けばいいんで、ただし2つはできないっていうのは、こういうなかなか憎いことを考え出してですね、これなかなか非常に発明だなと思うわけですが、これを利用して上のですね、北のところへ攻めていきましょうということで、ここはね、侵略していくんですね。で、バイキングが侵略していくわけですが、そこのところの自分の部下を育てていって侵略して、ある時には怪我したりなんかして死んじゃうとバルハラに行くと、それはそれで勝利点がもらえるなんていうことがあって、非常に全体の新しいワーカープレイスメントっていうところを取りながら、侵略っていうのはNPC 的な暴動の早取りなんですよ、結局ね。リソースの取り合いになっているので、プレイヤー同士に全く干渉がない。誰々さんを攻撃する、誰々さんを破壊するっていうのはないけども、侵略のテーマをうまくこなしているというところですね。非常にこのライダブの推し良かったんですよね。で、ただここもですね、もうこのテラフォーミングマースと来て、オオカマ戦役と来たら、まあこいつもですね、もう拡張セットにもう取り付かれておりまして、こちらですね、ホール・オブ・ヒーローズですね、フィールド・オブ・フェイムですね、そしてこの、ノッシーのルーン・サーガーですね、まあ、こうした拡張セットがどんどんで、これに一人用がないんですね。一人用がなかったので、この後にライダーズ・オブ・ザ・ノッシーのソロバリアントなんかも出たりして、で、これがもういっぱい出すぎたもんですから、このオランダ語版に至っては、こちらの方で、ホール・オブ・ヒーローとフィールド・オブ・フェイムの2つが入った拡張セットで、この中にもソロバリアント入れましたよ、なんていうのがあって、まあ、ボン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 出しすぎだろうっていうことがあって、やっぱここまでのね、3作、いいのはもちろん全部いいんですけど、基本セットの価値が下がってき始める時代でもあるんですよね。いや、面白いんだよ。面白いんだけど、どんだけ拡張セットっていうのがね、非常に顕著になり始めだったのと、もう一つですね、この前の過去の2作品もそうなんですけども、めちゃめちゃプロモが出始めた時代でもあるんですよね。もうテラフォーミングマーズもオオカマ戦記もプロモカードむちゃくちゃ出てるんですよね。このレーダーフォードノースジももうめちゃめちゃ大量のプロモカードがもう配りに配ってまして、これほんまにバランス取ってんのかというぐらい、こういうのが目立ち始めたっていう時期でもあるというのも面白い特徴ですね。で、このレーダーハボノーシーはね、非常に良かった面白い作品だったんですけども、それぞれの拡張セットのいいとこ悪いとこ、まあ、プロモのカードのいいとこ悪いとこなんかあったりするので、それのじゃあ決定版でどうなのかっていうところで、2020年のライダーブサイシアですね、スキタイの侵略者という形で、本人自身がリメイクして作り直したということで、今までの不要な要素を取り除き、プレイしやすくなったっていうのが出て、セルフリメイクもし始めたと。まあ、こういう時代になっていくんですね。プレイ人数はもちろんね、現代風に1人から4人、さっきね、2人からでしたよね。ちゃんとリメイクされると、1人用からも入り、プレイ時間を60分から80分、レートは 8.2、重さが 2.63 という風になってたりする。まあ、こういうプレイ人数のコントロールもあったりするのもありますけども、この2017年あたりのところはもうプロモカードがもうものすごい、それまでもあったんですよ。あったんですけど、プロモカードはこれほどかというぐらい出ますし、もう拡張セット絶対出るよねぐらいになってくるんですよね。もうね、今までだと、あ、拡張出たんだこれぐらいだったんですけど、もう絶対出ますよね、このぐらい売れたらぐらいになってくるっていうのも決定的になってくる時代でもあるんですね。さあ、そして2018年ですね、まあこのぐらいだったらもう皆さんの記憶にね、もうめちゃめちゃ残ってる時代でありますけども、1位アズール、2位ガイアプロジェクト、3位元日の反応、4位クランドム彼の愛、5位ヘブン&エル、6位パンデミックレガシーシーズン2、7位クランク、8位クラックサルバー、9位ザマインド、10位アルティプランと、こうなってますね。ちょっとね、違う見方ね、ここでご紹介したいと思いますけども、ここで取り上げたいのはこの2つですね。2位のガイアプロジェクトと4位のクランズオブカレドニアですね。ここからもね、新しい流れで、ね、出てきてると思うんですよね。このガイアプロジェクトは2012年にリリースされたこの左側のティラミスティカですね。こちらをベースにして同じデザイナーチームの方がよりプレイしやすく、そしてこちらのファンタジー系の方から SF 系の方にテーマをチェンジしましたということで、ベースは明らかにこのタイトルにもありますように、あ、ティラミスティカゲームガイアプロジェクトってなってますように、もちろんベースはティラミスティカなんだけど、これとはちょっと違う方向で楽しんでほしいって作ったのがガイアプロジェクトなんですね。つまりセルフリメイクですよね、これもね。こういうのがここでも出始めてるっていうことになっていて、これ素晴らしいのが両方のもね、評価高いんですよね。これ収録する時点でティラミスティカは評価 8.1、ランク16位、そしてガイアプロジェクトは評価 8.5 でランク7位なんですね。もうどっちも驚異的ですよね。 8.5 位の評価を得てるということなんですね。で、同時にこちらですね、クランズ・オブ・カレドニアですね。これね、全然違うデザイナーさんが作ったんですけども、テラミスティカを愛しすぎてるデザイナーさんが作って、私がテラミスティカをセルフリメイクするんだったらこんな風に作りますよというね、まあ、話も出るぐらいですね、この似たような部分もあり独自性もあるっていうことの両方を備えた作品になってるんですね。で、このクランズ・オブ・カレドニアの方も 8.0 で43位とね、非常に好評なんですね。
なので先ほどの1年前のライダーブサイシャーですね、同じデザイナーさんがリメイクしてさらに自分で良くしたっていうのもここでも出てきてるわけですね。テラミスカの方がガイアプロジェクトで出てくるし、違うデザイナーの方でも過去の名作をいじってオマージュという形でいる部分は取り込み、でも完全にコピーじゃないという形で新しいものを作ると、まあ、こういうことが出てくるというね、こんな高ランキングのところでも出てくるというのもなかなか非常に面白いですよね。でこれね、やっぱり他でもね、このランキングからちょっと外れると同じように見えまして、こちらマーティン・ワレスさんのね、名作の上記の時代ですよね、まあ、こちらも同じようにですね、こちら2016年ですけど、トラムスウェイという形ですね、アルバ&バイヤーさんがですね発表されていて、これも上記の時代がめちゃめちゃ好きなんですね。上記の時代が好きすぎて、私が上記をセルフリメイクするならこうなるっていうね、具現されたと言われてるんですね。非常に抽象化されたマップとか、非常に特殊な競りですね。上記の時代も最初手番の競りとかあるんですね。あれを非常に特殊な形変えてるんですね。でその後特殊能力とか上記の時代選びますけども、トラムスウェイはそこをデッキ構築になってるんですね。この非常に変わった、私が知ってる限りの中でも非常に特殊な部類に入るこの競りとデッキ構築っていうのも、2な方にはですね、ぜひ鉄道嫌いでなければ1回はプレイしてほしいっていうことになっているこのトラムスウェイですが、名作をモチーフにして新しく生まれ変わるっていう新しい流れも生まれ始めたのこの頃であったんですね。なんでトラムスウェイは2016年に発表されていますけども、この先ほどのクランドムカレノが2018年、そして2020年にはライダーブサイシャが出ていて、いろんなリメイクしながらセルフリメイクのパターンもあるし、違うデザイナーがインスパイアされたりオマージュされたりして新しいものを作るということが出てきているっていう時代が見えてたっていうことなんですね。そしてね、もう一つこれですね、これ外せませんよね。2018年の第6位パンデミックレガシーシーズン2ですね。このロブ・ダビアスさんとマット・リークさんのね、このね協力タッグはこのままということで、プレイ人数2人から4人、プレイ時間が60分、ビジネット8.2、重さが 3.26 ということですね。2016年紹介してますパンデミックレガシーシーズン、ここでも6位来てるわけですけども、ボードゲームでシーズンっていう概念できたんですね。当時びっくりしましたよね。いや面白かったね、パンデミックレガシーシーズン1って書いてるけど、本当かこれ2だよってね、いうのが本当に出てるんですね。いや映画とかドラマじゃないですからね、いうので出てきて、でそれがまたここでもねメガヒットするわけですね。 8.2 ですからね。しかも難易度がね、前は2台だったんですね。でもうプレイヤーだからお分かりかと思いますけど、シーズン2明らかに難しいんですよね。 3.26 ってなっていて、非常に難しくなったにもかかわらず全体評価が 8.2 ということで、シーズンものでもめげないぞというね、この続編苦しいですよね。パンデミックって枠組みは外せないということになったままシーズンもの出せるということが見せつけたというのでですね、ここも外せないんですね。でもう一つここ重要なんですね、こちらですね、7位のクランクですよね。プレイ人数が2人から4人、プレイ時間がある30分から60分、ビジレート 7.8、 重さが 2.2 ということですね。まあ、実際は2016年の発売なんですけどね、ちょっとね時差があってこちらのショーに出ていますが、これ非常に重要なのはですね、デッキ構築の新しい形を模索していこうという流れが出てくるんですね。やっぱりデッキを作ったと、じゃあそれでどうするっていうことですね。場に出していって戦うのか、これマジック・ザ・ギャラリングとかですね。で例えばじゃあ作ったと、じゃあ点数を稼いだらそれで勝つのかって、ゴドミニオンですね。でその違うのがないのかっていうことの一つの回が、このクランクはデッキを作ってそのカードを使って冒険しましょうってことなんですね。でちゃんとボードを作って、でそこ敵もいると、敵とも戦えるし中の移動もしたいということがあって、ダンジョンを探索しましょうということで、一瞬ねこのモンスターとかね戦ったりダンジョン潜るってサンダーストーンとかありますけども、あれとは全く違ってちゃんとしたボードがあって、ボードゲームと完全に融合したっていう形が始まったここでもあるんですね。なのでデッキビルドが再び生まれてから10年ぐらい経って再び新しいゾーンに入ってきたっていうことでもあるんですよね。これでもしかもね、これ非常に受けたんですよね。この後のデッキ構築っていろんな種類があるわけですけども、クランク族って生み出すぐらいになってるんですね。このクランクの今日の標準のもの、そしてこの出てくるクランクインスペース。だからこれも宇宙ものになるんですね。なんで、クランクそのものの拡張もたくさん出てますけども、クランクインスペースはクランクインスペースの拡張もいっぱい出てますね。宇宙ものの。そしてもう絶対出てくるだとみんな思ってたクランクインレガシーですよね。クランクなんだけどレガシーものが出ますよと。こうなっちゃうわけですよね。やっぱりパンデミックの影響濃いわけですよね。なのでここのところがみんなこの2018年ぐらいにセルフリメイクもあるし、このレガシーっていうキーワードから影響を受けたものからどん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 出ると。そしてちょっと前のところのデッキ構築の新しい流れっていうのは、バックビルドは良かったんだけど、デッキビルドを使って新しい形が何かっていうので出てきたっていうのがこのクランクだったんですね。でここでね、ランクインは残念ながらしてないんですけど、こっちも絶対外せないのがイオンゼンドなんですね。発表されたのは同じく2016年なんですね。でこっちの方は非常に特徴的な協力型なんですね。モンスターを協力して倒しましょうっていう、戦うっていうのをメインストリームして、しかもみんなが当たり前だと思ってたシャッフルできませんよっていうびっくりする要素を入れたんですね。
ここも非常に受けて、このイオンゼンドはもうお分かりですよね。敵いっぱい出したら拡張できますよね、そらね。でこの味方のヒーローの種類増やせば出ますよねっていうことで、もう拡張ももう出まくってますね。で非常に受けてるんですね。なんでイオンズエンドもこの2016年の同い年に生まれていて、新しいデッキ構築のゲームの中のワンシーンの一角を担うということになってますし、ちょうどこの同じ年にですね、イオンズエンドレガシーですね、まあ、実際これ2019年に出るんですね。でもさっきのクランクの方もレガシーが出たのは19年なんですね。なんで同じ16年にスタートしたクランクとイオンズエンドは同じように拡張セットをずっと出していて、2019年には2人ともレガシーを出しているというね、こういう流れになっていて、残念ながらこのイオンズエンドはランクインしていませんけども、いやいや見逃せないということがですね、この辺に流れてくるんですね。この辺もね、デッキ構築を追いかけてるとなかなか面白いわけですよね。さあ、いよいよ2019年ですね。もうね、全部知ってるよって感じだとね、皆さん思いますけども、1位ウィングスパン、2位ティファンタールの酒場、3位ティオティバカン、4位スピリットアイランド、5位西フランク王国の建築家、6位ディテクティブ、7位アンダーウォーター、8位ニュートン、9位ジャストワン、10位グルームヘイブンと、こうなってますよね。いやー、最後に見ていきましょう。まあもちろんウィングスパンですよね。エリザベートさんっていうね、女性のデザイナーを採用しましたよって方が1位になったって、これまた素晴らしいことですけども、ストーンマイヤーさんのですね、この采配が光るわけですが、プレイン勢1人から5人、プレイ時間が40分か70分、 BG レートが 8.1、 重さが 2.42、 もうこの辺りになるとね、必ずストーリーが入ってきますよね。でこのウィングスパンですね、非常に面白いんですよね。これもね、自分のところのこのカードのところを置いていくだけなんですよね。この他プレイヤーとのこの絡み非常に薄くて、自分のプレイヤーボードの方にこの鳥を作っていきましょう。鳥を置くだけかと思ったら、置いた鳥の流れによってその鳥の効果が連鎖しますよ、左から右にっていう、いわゆるエンジンビルドを作り上げたんですよね。エンジンビルドを作り上げたものがここで1位になるということで、エンジンビルドっていう新しいゾーン、今までいくつかあったんだけど、エンジンビルドっていうのは急に着目を浴びてきて、メカニズムの一つに登場するぐらいにここで分かりやすくなったんですよね。でこれね、やっぱりあのバランスがどうこうとかですね、まあ強い弱いと引きがとかいろいろあると思うんですが、2020年の12月でですね、ボードゲームギークのプレイ記録を見ていても、1ヶ月のプレイ記録は最多なんですよね。一番多くプレイされたゲームはウィングスパンなんですよね。まあ、そのぐらいになっていて、やっぱりこのリリースから1年以上経ってもこのエンジンビルドっていうところと、ワンプレイが非常にスピーディーだというところもあって、まだまだ受けてるということなんですね。でもちろんこのね、2017年ぐらいから流行通りね、もちろんヨーロッパ拡張も出ますし、オセアニア拡張も出ますし、まあ、鳥ですからね、出したい放題ですよね。でストーンマイヤーさんなんで、こう出しながらバランス取るっていうパターンですからね、たくさん出て、もう第3弾も計画されてるとなっていますけども、まあ、こうしたものを出ながらですね、まあ、カードの方で新しい拡張を出してくるっていうね、流れはまだまだ続くのかなと思いますね。でもエンジンビルドがね、定着したのはこの辺りからだと思いますね。そしてですね、まあ、10位のグルームヘブンですね、これも外せませんよね。もうね、さっきも出ましたけどもね、プリンズ1人から4人、プレイ時間が60分から120分、レートは8.8 ですね。すごいですね。凄まじいレートですけども、重さが 3.86 ということなんですよね。いや、こちらですね、やっぱりね、非常にここまでの、もう出てきましたように、レガシーとかね、ストーリーモードとか、ネタバレみたいなやつね、もう何もかも入ってるんですよね。でそしてここまでにやっぱりなくて、グルームヘブン非常に受けた要素っていうのは、この左のですね、いわゆるもう本当にテーブルトークとかミニチュアゲームみたいなシーンになってますけども、ここの戦闘シーンが非常に面白いんですよね。自分たちのこのキャラクターの能力、装備、魔法、他のプレートの掛け合いを利用して、いかにこの局面を切り抜けながら一個一個のシナリオをクリアしていくかっていう、この戦闘シーンそのものを切り抜いても面白いんですよね。まあ、ここが非常に重要な点なんですね。なのでテーブルトークプレイヤーとかボードゲームプレイヤーとか、いろんな方がこぞってプレイしても面白いという品質が生まれてきたというところは、グルメンバーやっぱ特徴だと思うんですね。これまでどうしてもシナリオが強くなると、それ以外のシーンが弱くなるとか、ここの戦闘のところが強くなると、シナリオのところはもうランダム生成だとかね、やっぱバランス取れてるものはなかなか難しかったわけですが、このグルメンバーがものすごい受けたというのは、両方面白いというところがやっぱ良かったんじゃないかなと思うんですね。でもちろんグルメンバーも世の中の流れ通りですね、全部のシナリオですね、まあ、最終的な、ね、結論が入っているとも言われているフォーゴットンサークルですね、こう追加シナリオですね、こちらも出ますし、逆にこの入門用キットとしてジョブ・ザ・ライオンですね、こちらの方のグルメも非常に複雑なんですね。こちらの解決するために、この本ですよね、マニュアルのシナリオブックのところそのものをボードに見立てて、そこにコマを置いてシンプルにプレイしましょうっていう方の解決策を示していて、非常にプレイしやすくなったと
ということになっていて、こうした拡張セットも出ているんですね。もちろんこれね、このサイズによってね、できるね、マップのサイズに限界があるので、よし悪しっていうのはあるんだと思いますけども、グルームヘブン非常にコンポーネントが多いって持ち歩きも大変ですし、次のマップ行こうかなんていうところね、この組み立ても大変なので、一つの解決方法としてはやっぱ素晴らしいんじゃないかなと。この収録時点でボードゲームギークでもう10位入っちゃったんですね。いうことがあって、グルームヘイブンを抜くやつは誰だっていうと、グルームヘイブンしかないんじゃないかなってね言われてたぐらいですが、本当にジョブズライオンがやっぱりこのグルームヘイブン本体のめんどくさいなと、それでも持った欠点をいろんな点で補って出てきたというのですね。ここはやっぱりこの2019年のね、グルームヘイブンからね、この現代の2021年まで流れがね、すごいところだと思うんですね。でもちろんですね、このね、本のタイプの流れってやっぱりですね、このグルームヘイブンから来たジョブズライオンがやっぱりね出てるんですけども、このね日本語版は出てますけども、ぬいぐるみ騎士団ですね。こちらはどっちかというと非常にファンシーな、そしてかつシナリオちょっと優しめっていうなってますけども、こちら左側のところにマップがあり、右のところにシナリオがあるっていうね、このグルームヘイブンから来たような要素を持っているし、シナリオネタバレがあるんだけども、このマップが非常に簡単でプレイしやすいっていうこと、こちらもやっぱり非常に受けていて、2021年続編が出るなんてことになってますし、これも一つの大きな流れなんですね、ここから来てる。そしてね、今年の2021年リリースされると言われる ISS ヴァンガードですね、こちらの方も非常に注目を浴びている SF ゲームですけども、これもバインダーにあって、ここにマップとかですね、カード置き場とか大量あるんですよね。こういうこの細かいマップやなんかを組み合わせるではなくて、新しい流れっていうのがここに生まれてるっていうのの全ての集大成がスタートしたのが、この2019年の第10位のグルームヘブンからこの2年間じゃないかなと思うわけですね。いやー、というわけですね、この2019年ね、もう非常につい最近の出来事のように見えますが、このグルームヘブンから始まる今のこのストーリーモードっていうのもありますし、このビングスパンをはじめとして拡張セットブームっていうのはまだまだ続いてるよっていう時代の2019年ではありますよね。そしてもう一つね、忘れちゃいかないのは、この2019年チェックしますとこんな風になっていて、これ全部日本語版が出たやつなんですね。つまり1位から10位まで全部日本語版がある、または間もなく出るんですね。収録時点ではまだスピリットアイランドをですねリリースされていませんけども、間もなく出荷とお聞きしていますし、ディテクティブのですねアクライさんが間もなく出荷となっているので、この2019年の作品はほぼほぼ全て日本語でプレイできるというようになってるんですね。私が知ってる限り2000年の受賞の作品の中から日本語版出てるのはこの2つだけなんですね。なのでこの、もちろんこれ、ね、どれもこれも国内の方に流通はしていましたけども、こんな状況にはなってないわけですね。こういう風になってきたっていうのも、この20年の中で大きく日本のプレイ環境が変わったということの特徴じゃないかなというふうに思いますね。さあ最後ですね、こちらの方もねまとめておきたいと思います。このねドイツゲームショーのところでね、まあこの年ごとの特徴ですけども、一番最初の1990年のところは現代から見ると平均評価 6.1、 重さが 1.85、 平均ランキング9371、随分軽いんですよね。でその後2000年になりますと平均評価 7.1、 重さ 2.66、 平均ランキング821、随分重たくなりましたよね。 2.66 ってまあまあそっとちょっとプレイ時間かかるなっていうぐらいですね。そしてね、前回のねまとめました2010年ですね、平均評価 7.4、重さは 2.93、 だいぶ重たくなりましたね。平均ランクは367位。ということは今のこの最後の2019年がどうなったかと申しますと、こうなったんですね。2019年平均評価 8.0 ですよ。なんだこりゃって感じですね。ボードゲームギーク見られてる方で8ってかなりね、もう買いですよねって判断される方結構多いと思いますけども、平均評価が8なんですよね。平均ですよ。平均評価が 8.0、 重さは 3.0 につい3個置いちゃったんですね。そして平均ランキングは116位ということになっていて、やはりボードゲーム、やっぱ過去の作品をいろんなデザイナーさんが考え参考にし、知恵を出し、新しいものを生み出し続けてるんですね。もちろんボードゲームギークのところなんで、米国風のゲームが流行るとか SF 風のゲームがいいっていうのはありますけども、これ投票は数千とかね、数万っていう単位の人が入っているんですよね、それぞれのゲームだけでも。っていうのの集合値として見た時に、やはり近代のゲームは重たいのはね苦手だという方はやっぱダメだと思うんですね。やっぱ重たくなってるんですね。やっぱどうしても簡単なゲームって似たようなシステムになってしまうという弱点があるので、ある程度複雑さを伴ってきてるっていうことは否めませんが、3000後のゲームに耐えるんであれば、この近年のゲームがこの30年余りの中では最高に面白い時代が迎えているということがですね言えるんじゃないかななんていうふうに思います。はい、ということでドイツゲームショーですね、ボリューム4をお届けいたしました。いやーもうね、もう一個全部ゲーム紹介したいぐらいなんですけどね、もうそうするとものすごいボリュームになってしまいますんで、もう泣く泣くですね、それぞれの年のところから非常に注目したいゲームとか、この数年の流れっていうのをですね中心にご紹介させていただきました。はい、ということでドイツゲームショーボリューム4でご紹介させていただきました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。
はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。